それでは次は妖艶な歌姫パトさんがクールなサマーブラックで演奏します。クールなサマーブラック意味ないですからそれではパトさんです、どうぞ。
変えられない。
がとうございました。残念ながらより参加が出てはないので私今日は一日ずっとマスクしててなんか生きた心地がしないというかね。お疲れ様でした。なんかマスク外して時計を外してすいません、あ、なんかやっとなんかこう自分じゃないところというかなんかこう乖離したというか、なあ生きているのか死んでいるのかよく分からんけど、あ、なんか自分に戻ったな。ここ来たらよりさんがなんかとても素敵ななんか衣装でね、あ、いつも私はヨリさんは私の太陽だと思ってるので太陽がないとやっぱりこの私のような影がね見えないので、あーなんかこう通じたからぴったりだ。初めてです、こんなあの露出した衣装で来たのがね。なのでね、ヨリさんが通じたかな。通じた、通じたね、よかった。ちょっと早いけど、最後の曲にします。
ありがとうございました。じゃあ次はゲストの愛さんにバトンタッチです。ブラックマンパタさんでした。どうぞ。